揚げた握り拳は、オートノミズムの抵抗のシンボル。オーストリアウィームのエルンツとカーッチュウィージャーハウスに描かれたもの。オートノミズム、またはアウトノミズムあるいは、自治主義、自立主義は、反独裁主義最悪の政治的、社会的運動及び理論。オートノミズムの主な理論体系は、最初は1960年代に、イタリアのオペライズの共産主義から生まれた。 あとにシチュアシオニストインターナショナル、1970年代のイタリアの極左運動の破産、労働者の力派を結成したアントニオ・ネグリやマリオ、トロンティ、パオロ・ビルノ、フランコ・ベラルディなどの重要な思想家の登場の影響により、ポストマルクス主義やアナキズムの傾向が顕著となった。ジョージー・コッツィア・ファコスは、オートナミズムの運動形態を近代的制度の中央集権化された。 意思決定と階層的権威構造とは対照的に自律的な社会運動は人々が日々の生活に影響を与える決定に直接関与する。彼らは目指すところは民主主義を拡大し外部から強制された政治構造や行動パターンから個人が抜け出すのを助長することであると要約した。そのためこの運動には 国有社会主義と現代的代表民主制の両方に対する実践的な政治的代替案を模索する革命的な立ち位置の政党からの社会運動の独立を求める呼びかけが含まれていた。オートノミズムはドイツとオランダのアウトの面、世界規模の自治社会センター運動に影響を与え、今日ではイタリア、フランス、英語圏の国々にも影響を持つ。 今日ではオートノミストは自分自身をマルクス主義者から無政府主義者まで様々に自己規定している。詳細はオートノミーを参照アウトノミア、アウトノメの語は2つのギリシャ語単語をアルフ α タウ、オートマイナスとニューミューノモスの合成語であり、自分で自分に自身の法を与えるものという意味と解されている。ここにおいてオートノミーは独立という意味ではない。独立が コミュニティから分離された閉鎖経済的な生活様式を含意するのに対して、オートノミーは社会の中で各人が各人の規律に基づいて生きることを意味する。オートノミズムの概念は古代にリシア人にとっては異質なものであったが、ポリスから離れて生きることができるのは獣、または神のみだと述べたアリストテレスはこの概念を間接的に支持している。イマニュエル・カントは 啓蒙を思考のオートノミート、サペレアウデーとして定義した。オートノミストマルクス主義は、マルクス主義の他の形態とは異なり、労働者階級が、国家、労働組合、政党とは、独立して、資本主義体制の機構に変革を強いる能力がある、ことを強調する。彼らは、他のマルクス主義者と比すれば、党派的組織にあまり関与せず、代わりに、 伝統的な組織構造の外部での自己組織化された行動に重点を置く。つまり、ボトムアップの理論であり、労働者階級の資本主義への日々の抵抗として、欠勤主義、ゆっくりとした仕事、労働現場の自己組織化、破壊活動などの活動に注目する。他のマルクス主義と同様に階級闘争を最も重要視するが、他のマルクス主義よりも、 労働者階級を幅広く定義し、ホワイトカラーとブルーカラーの両方を含む賃金労働者だけでなく、伝統的には労働組合の対象とされていない賃金、労働者ではない学生、非雇用者、家政婦なども含める。マリオ・トロンティ、アントニオ・ネグリ、セルジオ・ボロゴナ、パオロ・ビルノなどの初期の理論家は、マルクス主義の労働の概念を超えた無形の社会的労働に注目した。 この考えは、現代の社会的富は計算できない集約的な、労働によって生産されており、その富のわずかな一部のみが、賃金の形で労働者に再配分されている、とする。他のイタリアのオートノミスと特にマリアローザ・ダラコス、オートノミズムを研究しているマイケル・ライアンは次の、ように説明している。運動及び理論としてのオートノミーは、資本主義は非合理なシステムであり、 計画によって合理化することができるという考えに反対する。むしろ、それだけで共産主義社会を構築できるものとして、労働者の革命的過渡期の手ことしての活動を特権化する見方を前提としている。経済は完全に政治的なものとして捉えられる。というのは、経済関係は階級間の直接的な政治的力関係だからである。そして、 政治的変化のイニシアティブを有しているのは、政党のような阻害された政治形態ではなくして、社会的労働に従事するものの経済的カテゴリーである。イタリアアウトノミアの指導的理論家のアントニオネグリイタリアのオートノミストマルクス主義者は、オペライズモと呼ばれる。これが初めて現れたのは1960年代、初頭のことである。初期アウトノミアの出現は、 フィアットとの合意に達することのできなかったトリノの自動車産業労働者の組合への不満まで遡ることができる。労働者の組織代表への幻滅、加えてその結果としての暴動は労働組合のような伝統的な代表性の拉致外の自律的な労働者代表理論の発達における重要な因子となった。1969年になると、 オペライズモのアプローチは二つの異なる集団において活発に行われた。アドリアーノ・ソフリが指導するロッタ・コンティヌアとアントニオ・ネーグリ、フランコ・ピペルのオレステ・テス・カルゾーネ、バレリオ・モルッチラが指導する労働者の力である。マリオ・カッパンナはミラノの学生運動のカリスマ的指導者であり、より古典的なマルクス・レーニン主義的にアプローチした。 ダニーロ・モンタルディによる翻訳によって、イタリアのオペラヤは、アメリカ合衆国のジョンソン・フォレスト潮流やフランスの社会主義化や版化における過去の活動化の研究に追いつくことができた。ジョンソン・フォレスト潮流は合衆国の自動車産業における労働者階級の生活と闘争について研究し、ザ・アメリカン・ワーカー・パンチングアウト。 ユニオン・カミ・ティマンワイルド・キャット・ストライクスなどのパンフレットを出版していた。これらはフランス語に翻訳され、社会主義が野蛮化に連載された。彼らはまた、労働現場の中、ここでは自動車工場と保健事務所において何が起こっているのかについて調査と著述を始めた。1961年から1965年にかけてクアデルに露シし、 およびその後継者として1963年から1966年にかけてクラッセオペライア氏が刊行され、これらは初期アウトノミアの発展に影響した。主要な執筆者としてラニエロ・パンツエリ、マリオ・トロンティ、アントニオ・ネグリラがいる。海賊放送もまたアウトノミアの拡大の要因の一つであった。ボローニャのラジオ・アリスはそのような例の一つである。 詳細は、鉛の時代を、参照1966年のローマ大学のネオファシストによる学生パオロロシ殺害に端を発するインディアにメトロポリタニを含むイタリアの学生運動は、暴動や選挙、より平和的なものでは、個人がサービス、財、公共交通機関、電気、ガス、家賃、食料費などの支払いを拒否する自立還元のような、 様々な直接行動が取り組まれた。1967.68年冬の大学選挙、フィアットの工場選挙、1968年3月のバルジュリア闘争などでは学生時計艦隊との衝突が見られた。インディアにメトロポリタニは1976年から1977年にかけての鉛の時代と呼ばれる極左抗議運動の中での小党派である。 インディアにメトロポリタには、いわゆる、運動の、創造的翼であった。その支持者たちは、ネイティブアメリカンの出陣化粧のように、フェイスプリントを施し、ヒッピーのような服を身にまとっていた。その強調するところのものは、ステア・インシュウメ、自発性、そして音楽などの芸術であった。このグループは1977年のラサピエンザ、大学選挙の際のローマにおいて活発であった。 1977年3月11日、警官が学生、フランシスコ・ロルスを虐殺したことを受けて、ボローニャにおいて暴動が発生した。1979年の初め、イタリア政府はアウトノミアを次々に訴追し、アルドモーロを拉致、殺害した赤い旅団を保護していると非難した。12000人もの極左活動家が拘留された。600人が国外逃亡し、 そのうち300人はフランスに200人が南米に渡った。トゥーテビアンケトゥーテビアンケはイタリアの過激派社会主義運動で1994年から2001年にかけて活発であった。活動家たちはデモ中に警官の攻撃を防ぎ、警官の規制線を押し破り、大提団の中で相互に身を守るために綿で身を包んだ。 トゥーテビアンケの運動は2001年7月の反ジェノバサミット闘争において頂点を迎え、およそ1万人の抗議者が一つの定団に集まったが、皮肉にもこれは白いつなぎを着なくてもいいと決定された後のことであった。ジェノバ闘争の後、ヤバスタ連合が解散し、いくつかのグループはディソーペリエンティに休合された。その哲学は選挙とスコッターされた。 自己管理の社会センターの喪失、性差別反対、移民の権利及び政治亡命を望む難民の擁護、そして通りでのデモでは大きな隊列を組んで歩き、必要であれば警察と衝突するということが含まれていた。トゥーテビアンケの中心は、1994年のサパティスタ民族解放軍によるチアパスでの反乱の影響を受けた集団の全イタリア的なネットワークで、 あるヤバスタ連合であった。ヤバスタは主にミラノの社会センターに機嫌を持つ。それらの社会センターは1970年代から1980年代にかけてのアウトのミア運動の中で成長したものであった。トゥーテビアン家には様々に国際的な派生団体が現れた。例えば、イギリスのワンブルズはその戦略は適用したものの、政治信条は異なっていた。 スペインのモノブランコはトゥーテビアンケのシンボルを好んで使った。北米で最初のトゥーテビアンケの派生組織であるニューヨーク市やバスタ集団は白ではなく黄色のつなぎを着ていた。フランスにおけるオートノーム運動も参照フランスにおいてはコルネリウス・カストリアディスが指導するマルクス主義者グループの社会主義化や版化派が最初のアウトノミア集団であると言える。 社会主義家やバンカ派は、アメリカのジョンソン・フォレスト潮流の自動車産業、研究に追いつき、ついで、ランクアンドファイル労働者の闘争、すなわち組合内視党的指導から自律的な闘争に関する独自の調査に乗り出した。ジョンソン・フォレスト潮流と、ほぼ同時期に、社会主義家やバンカ派は、ソ連の共産党政権を官僚的集散主義であり、社会主義とは、 縁もゆかりもないと批判していた。哲学者のジャン・フランソワ・リオタールがこの運動の一員であった。しかし、イタリアのオペライズモ運動の影響は、アントニオ・ネグリに近い経済学者のヤン・ムーリエ・ブータンによる、批評誌、マテア・ヨポア・エル・インターベンションの創刊によりその兆しを見せた。これは後にカマラード派の創立に結実した。ムーリエ・ブータンは、他の者たちと共に、 フェリックス語りによって設立されたセンターインターナショナルポワーデヌーボーエスパスデリベルテに参加し少なくとも300人以上のテロリストであるとして訴追されフランスに逃亡したイタリア人活動家を支援したフランスのオートノーム運動はパリジャンオートノーム集団会議を結成したその中には多くの潮流がありムーリエ・ブータンが率いるカマラード派 リバタリアン共産主義組織の者の、ボブ・ナドゥーレックの欲求のオートノミーを自称する人々、都市の土地不法占有者が含まれた。フランスのオートノーム組織は交流された赤軍派元メンバーを支援した。ジャンポール・サルトルもまた赤軍派の非公金者の交流条件に介入した。1979年に過激派の直接行動派が出現し、 いくつかの暴力的直接行動を実行した。直接行動派は、ルノーの CEO であるジョルジュ・ベッセとゼネラル・オードロンの殺人に対する責任を主張した。直接行動派は1987年に解散した。1980年代には、相次ぐ訴追により、イタリアのアウトノミア運動は危機にさらされたため、オートノミア運動は、フランスやドイツにおいて盛んとなった。 それらはパリの選挙運動や暴動として現れた。1986年から1999年にかけて多くは反刑務所運動に取り組んでいたパリのオートノミアグループのうちすべてから支援を受けいた民主的な集会によって意思決定される数百人規模のフランスのグループである貧民委員会が労働者の過酷な下宿不足を非難するために フランス国家社会住宅局のいくつかの建物を占領した。1990年代、フランスのオートノームは、怒れる労働者、失業者、妻はじき者や、受衆非雇用人民一般会議ともに、失業者闘争の中に現れた。また、反グローバリゼーションの動きに加わり、不法滞在外国人運動や、反追放集団に連帯した。 2002年7月19日から28日にかけて、ストラスブールにおいて、ノーボーダーズによる、特に、宣言権における、反移民政策への抗議キャンプが開催された。2003年、フランス社会党が、欧州社会フォーラムに参加した。その年の12月末、数百もの非雇用人民が、ボンマルシェ百貨店において、クリスマスを祝えるように商品を好き勝手に取っていった。 フランス保安機動隊は、店内の非雇用人民に対して、物理的攻撃を仕掛けた。オートノームは2006年の初期雇用契約に、反対する2006年の抗議行動や、2007年、フランス大統領選挙で、ニコラ・サルコジが大統領に選出された際に暴動を起こした。西ドイツにおいては、1970年代後半に、最もラディカルな政治的災欲を指して、 アウトノーメという言葉が使われた。これに属する個人は、当時の社会運動の実質すべての行動、とりわけ反原発、でも及び空港滑走路建設反対運動に参加した。ハンブルクのハーフェンシュトラーのような警察からのスコッターの防衛もアウトノーメ運動の主要な任務であった。1960年代オランダのアナキスト、アウトノーメン運動も、 同様にスコッターに注力していた。アウトノオメの戦略は通常過激派でありバリケード封鎖や警察への投石、火炎瓶投擲も含まれていた。1980年代の最も強力だった時期には少なくとも一度は警察は現場から逃走した。黒い服、スキーマスクにヘルメットというその服装からアウトノオメはドイツのメディアからシュワルツブロックと呼ばれ、 この戦術は、後のブラックブロックと類似している。1989年に、ドイツにおけるデモ規制関連法が改正され、ヘルメットやパディングといった防具や顔を覆うものの、着用が禁止された。今日では、ドイツのアウトのオメの領域は大幅に縮小し、主に反ファシスト行動、エコロジー、難民との連帯、フェミニズムに注力している。 より大規模な過激派グループはイタリアやスイスにおいて活動を継続している。ありがとうございます。